200リットルで貯めておいて、はい、後でミスアップで250にあげるので、はい、資材が入るので最初水は抜いておきます。はい、はい、とあと塩素を抜くために、まあ、半日ぐらい組み置きの組み置きの水を使います。はい、夏場は、日中外に出しておけば、十分な温度になるので、はい、たまにかき混ぜるとより高温になります。はい、そろそろちょっとストップ。あ、ちょっといいです、いいです。OK です。はい。そ22キロでだいたい16リッターぐらい入ってるぐらいの糖蜜です。16リットル、はい、22キロ間、はい、で、5% 用250%で 12.5 リッターの糖蜜を溶かし込みます。 12.5 リッターの、はい、これが5リッターの、ビーカーなので、これで分けながら、何回かに分けて糖蜜を完全に溶かします。 5% を作るんですね。はい、5% を作ります。はい、はい、場なんで結構いい感じで緩いですね。でも市販の糖蜜でやるとサラサラって出てくるやつはちょっと危ないと思った方がいいと思います。というと、添加剤が入っているんで結構サラサラしてるっていうことがあるので、その添加剤が微生物の繁殖を阻害することもあるので気をつけてください。よく溶かしてください。この時、傷口があると染みます。死ぬほど染みます。今大丈夫ですか？大丈夫です。
あとはちょっとこれ分かりづらいんだけど、糖蜜って完全に大体溶けてくるとものすごい細かい泡に変わるよ、うん、こうやっててでっかい泡がなくなって細かい泡が結構泡立ってきて、そうなってくると大体溶けたなっていう目安に僕はしてます。まあ、とにかくここでよく溶かさないとね、ダメだよね。